何買ったの？はぁ、食べ物に釣られるかもしれない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？あ、子供が成長したんか。ケイナちゃん、そういうことですね。成長しました。ケイナ、ケイナちゃん、この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。うんうん、どちらがこの子のためになるでしょうか？一人暮らしさせましょう。部屋は空いていたはず。よろしいです。そうですよね。それがいいと思っていました。うんうん。ケイナをアイナ島の住人として正式に登録します。オッケー。ってことで、オッケー。今日からお世話になります。どうもどうも。ケイナはアイナ島の住人になりました。今後ともよろしくお願いします。もう一組おったよね、子供。そこはそこも成長したか。なんか同時期ぐらいじゃなかった？はい、割愛します。お、来た来た電話。ちょっと来てもらえますか？キングのとこやったっけ？みなこが一人前に成長しました。みなこちゃん、うんうん。この子の成長のために旅に立つか、マンションに一人暮らしさせようと思います。ここも一人暮らしね。一人暮らしさせます。そうですよね。それがいいと思っていました。はい、OK。今日からお世話になります。どうもどうも。みなこはアイナ島の住人になりました。よろしくお願いします。お願いします。こちらこそ。そしてこっちも割愛と。なんかハートマークない？気のせい？ちょっと来てもらえますか？はいはい。ちょ、お呼び出しが多いな。あ、生まれたんか、こっちは。実は、土田市に赤ちゃんが生まれました。ふんふんふん。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいです。男の子でした。キリッとしてる。顔はイメージ通りでしたか？イメージ通り。うん。どんな子に育ってほしいですか？まあ、自然に任せましょう、そこは。二人で名前を考えたのですが、うちの千早と夫の龍太郎から取って千早太郎にしようと思います。千早太郎くん。千早太郎っていう名前はおらんかったんかな、今まで子供。いいね。千早太郎を大切に育てます。なんか似たような感じおらんかったっけ。守ってやってください。気のせいか。龍太と千早の間に千早太郎が生まれました。めちゃくちゃ呼び出されるやん。子守？あ、全然違った。あ、子供の成長ね。ほうほうほう。あれ？なんかさ、前にもさ、ER、くんやったんかな、あれ。なんか前にも同じような顔の子おらんかった？兄弟やけん似るやろうけど。髪型もこんな感じじゃなかった？もう一人暮らしさせるところはなかったんかな。でも、もうマンションに空きでやらないようです。なるほど。とりあえず一旦、交流ってことやね、ここは。オッケーオッケー。よし。ってことで、はい、マンション見てこう。やっと自由に。なんかさ、あ、ほら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 。ハートマーク二つあるよ、二つ。たっくん。入ります。切ない。どうした？誰だ、相手は。実は、あやかのことが好きです。あやかちゃん。告白したいのですが。あやかちゃんには相手がいるなぁ。まあまあまあ、取っていただきましょうか。どんな感じで告白したいんですか？あれ、親友遊びやったっけ、君。
とりあえず、ロマンチックに。告白する場所は、どこがいいでしょうか？あ、取ってくだける前提でロマンチックにってちょっときついな。まあ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 。喫茶店。その前に、着替えた方がいいですかね？まあ帽子はちょっとあれやな。ソンブレロ、ラインストーン、うちゃら、ロゴキャップ。いや、帽子はいらんな、外そう。で、ジーンズのハーフパンツ、スウェットハーフパンツ、ネイルシャツ、ポーローシャツ。普通の。寝るシャツかな？うん、これで。それでは、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。相手も十分変な格好できとったな。愛のブラック無糖の心をミルク砂糖入りに変えてくれたのはあなたです。付き合ってください。何言ってんのかわかんないよね。現実にそんな告白の仕方されても。いや、なんなら、あやかちゃんは普通に子供もいますから。残念な結果に終わりました。どう？リベンジとかする？お！やる気だね、燃えてるね。諦めきれません。うんうんうん。もう一度告白したいです。よっしゃ、これでもう完璧に。気が済むなら、ここで頑張って、もう綺麗さっぱり吹っ切ろう。なんならもう本人こんなやねん。あ、来た。来たわ。何買ったの？ほぉ。どうしようもない舞だけど、あなたの思う気持ちは誰にも負けません。食べ物に釣られるかもしれない。やっぱり負けない。まあね、まあね。自分で食べな。今度こそ残念な結果に終わりました。やっと諦められた気がします。あ、でもこれでスッキリしたやろ。よし。もともとの満足度もちょっと減るんやね。すっきりしたなら満足しろよ。ヨガも始めてから心と体の調子が良くなってきました。あ、マジで？それは振られてから？この一瞬の間に。でもなんかコロナ禍になってからさ、あれじゃない？スポーツ系のジムみたいなのめちゃくちゃなんか増えた気がするんやけど、その24時間の。はい、それじゃあリーちゃん入ります。さてさて、相手は誰ですかね。聞かせて。実は私、ラインも黒影も好きなんです。ほう。どっちに告白すればいいでしょうか。え、黒影さんはもう確実に、え、黒影さんって別れてないよね。え、相手おるよね。おらんかった。ライン君は、え、わからん。ライン君の方がおらん可能性は高いんじゃないか。可愛く行こう。告白する場所はどこがいいでしょうか。公園で。その前に着替えた方がいいですかね。なんかあったっけ。なんかそんなに服なかった。いや、結構あるな。チュニックレギンス、不思議の国の服。可愛く決めるけん、不思議の国の服とかの方がいいかな。それでは、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。さあ、まず、LINE くんは相手はおったんかな。この服なんか後ろから見たとき可愛いね。あ、リーちゃんの方ね。こちらこそ、よろしくお願いします。やった！素晴らしいよ、素晴らしいよ。
やったね。これ親友からのよ。うまくいきました。うわ、昇格した。レベルアップ。よし、それじゃあ、フラダンス入門書。どうぞ。道具、フラダンス入門書をプレゼントしました。これにこれもあげます。実用品、フライパンをもらいました。フラ同士で。うん。友達は選ぶんじゃなくって選ばれるんです。知ってましたか？でも今めっちゃなんか友達から恋人に昇格したけどね、超ルンルンやん。相手も好きやったんやな、ずっと。はい、そうめんどうぞ。いただきます。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。いやでもなんか久々に、ねえ、新しいカップルが誕生したよ。嬉しい。みんなほら、こうやって既婚者以外に行きな。いいね、ラブラブだね。いいじゃないか。春だよ、春。言うても桜散ったんやけどな、リアルでは。はい、あずささん、入ります。お久しぶりです。いや、全然大丈夫。でもあれよ、気温がさ、全然なんか安定してくれんけんね。じゃ、なんか、寒って思ったり、暑ってなったり。まあ、でも基本的に夜はずっと過ごしやすいんやけどな。いいでしょう。何もないぞ。空っぽ。どんなことですか？無だよ、無。楽しいことは覚えてたいな。悲しいことはまあ忘れていいかもしれんけども。まあ、いすき焼きどうぞ。まあでもやっぱりね、こう、年を重ねていけばいくほどに、どっちの記憶もまあ忘れていくのはわかるけど。よし。カウガール。え、これ帽子にぴったりなんじゃない？服、カウガールをプレゼントしました。帽子変わった？さっきのまんま？お宝、金貨をもらいました。ありがとう。さあ、ってことでそろそろ、みんなに募金を募りましょうか。なに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 、誰？ちょっとすみません。はいはい。どうしても千早の占いやんでくれないのですが、あれよね、まあ、なんかほぼ千早さんの分身みたいなそっくりな感じやね。はい、子守を引き受けましょう。もう最近泣き止んでくれん子めちゃくちゃ多いげんな。あ、でもあれか、髪の色はどっちもこの色やったっけ。んで目の色も、千早さん。りょうたくんどんなんやったっけ。え、でも目の形は、りょうたくんの方やな。大丈夫か。全く泣き止まないですけど。泣き止む気配がみじんも感じられないですけど。もうちょい頑張ろうか。ほら、一瞬も。一瞬も機嫌良くなってくれないんですけど。どうなのよ。あ、これはもう諦めるパターンだな。早くミルクを作ってくれ。もうミルクだ、ミルク。ミルクかおむつだ。大丈夫か？ほら、もう絶対無理やって諦めます。そろそろミルクの時間ですね。あゆなのそっくりさんでもダメです。今あやしてる間に作って、ちょっと。頑張ってみます。ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。実用品ミシンをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。今日
今日は 27,100円集まりました。ありがとう。はい、そして、ミーニュース見てこう。お気になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。小鳥とライチさんの微笑ましいニュースです。今月の初め、ライチさんが部屋の空気を入れ替えていたところ、窓から小鳥が入ってきました。で、ミーたちってめちゃくちゃ小さいのにさ、小鳥とやらはどんだけの小ささなの？え、普通の人間からしたら？小指の先ぐらいのサイズ？なんで、もっと早く教えてくれなかったんですか？どうしたの？小鳥が見たかったの？最近で一番のニュースです。リポーターやん、なんか。はい、5時のミーニュース。小林がお伝えしました。ありがとう。はい、ってことで、まあ、今回は新しく、てか、まあ、最初のね、電話らしがすごかったけど。今回は、おめでたいことがいっぱいあったってことで、まあ、新たなカップルも増えたしね。はい、ってことで、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、この調子でね、もう次から次へとカップルが増えてくれればいいんやけど。ね。まあ、でも多分もう今ね、男女比も結構崩れてきとると思うけん、全員がカップルになるっていうのは無理なんかな。難しいかもしれない。